魔法の知識やアドバイスをデコ、あなたに優しく教えますよ。デコデコのスマホ相談室、いつもお待ちしてます。もしもし、皆さんこんばんは。元バーチャル携帯ショップ店員のガラスマテコです。テコのスマホ相談室にお越しいただきありがとうございます。今回は9月1日に発表された HTC の新モデル HTC デザイア22 Pro をご紹介します。このチャンネルではスマホ関連の情報を幅広くお届けしています。チャンネル登録1万名様を目指してただいま奮闘中です。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。つながる先は未来、 HTC デザイア22 Pro。 すでに海外では発売済みのスマホですが、正式な国内モデルが発表されました。カラーは左からチェリーブロッサム、サルサレッド、ダークオークの3色展開。サルサレッドは国内限定カラーとなります。高さ 166.3mm、 幅 76.9mm、厚み 9.4mm、 重さ 205g。 結構大きめ。そうですね、 6.6 インチ液晶ディスプレイ、解像度は 2412×1080 ドットのフル HD プラス、リフレッシュレート最大 120Hz、 強化ガラスのゴリラガラスを採用とのことですが、どの世代を利用しているかは確認できませんでした。バッテリー容量は 4520mAh で、クイックチャージ 3.0、 18W 急速充電に対応。ワイヤレス充電やリバースワイヤレス充電にも対応しています。 IP67 等級の防水防塵に、国内モデルはフェリカ搭載により、お財布携帯に対応。 3.5mm イヤホンジャック搭載。生体認証は顔認証と電源ボタン兼用の側面指紋認証。ナノシム2枚のデュアルシム、 DSDV にも対応。マイクロ SD も利用できるようです。防水もお財布携帯も対応してるし、機能面は結構いいね。基本性能はどうなの？ソックはスナップドラゴン 695 5G、 RAM 8GB、 ROM 128GB。 アンチツベンチマークスコアは推定約40万。普通に使う分には問題なさそうだね。カメラは三眼構成、 F 値 1.79、 広角6400万画素、F 値 2.4、 超広角1300万画素、 F 値 2.4、 深度測位500万画素。インカメラは F 値 2.0、 3200万画素。 5G、 ミリ波には非対応ですが、 5G サブ6、 4G の対応バンドは国内キャリア主要バンドすべてに対応。メーカーモデルにしては珍しく、5G N79 にも対応しているので、ドコモ回線を使用している方にとっては嬉しいポイントですね。ふむふむ、価格はいくらなの？ HTC の公式価格は 64,900 円です。予約はすでに始まっていて、発売は10月1日から。サルサレッドだけは10月末頃になるそうです。今年のミドルレンジモデルの中ではちょっとお高い感じだね。HTC デザイア22 Pro は超軽量小型 VR グラス Vive Flow に最適化されていて、メタバーススマホとも呼ばれています。 Vive Flow のセット販売価格は 114,900 円。 Vive Flow 単体だと 59,900 円なので、セット購入の方が1万円くらい安く購入できますね。性能が近い Moto G520 5G と比較してみます。Moto G520 の方が大きめだけど、重さはほぼ同じ。画面サイズの差はあるけど、どっちもフル HD プラスで、リフレッシュレートも同じ。バッテリー容量は Moto G520 がいいけど、充電速度や無線充電が気になるなら、デザイア22 Pro だね。カメラは全体的にデザイア22 Pro が良さげで、機能面はほぼ同等。ふむふむ。ソックは同じで、ラムはデザイア22 Pro の方が多い。そんなに機種の価格差はこんな感じです。私なら Moto G520 かな。ミドルレンジモデルの中では価格は高めですね。HTC デザイア22 Pro。皆さんはどう思いますか？ぜひコメントで教えてくださいね。最後までお付き合いいただきありがとうございます。
このチャンネルではスマホの性能や新プランについて解説したり、特化情報などもお届けしています。ご質問やご相談も随時募集中なので、動画かツイッターのコメント欄もしくはマシュマロにお願いいたします。おまけでやってほしいことも募集中ですよ。スマホについて詳しくなりたい方、お得に購入したい方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。サブチャンネル裏口もオープンしたので、ぜひ遊びに来てくださいね。ツイッターのフォローもお待ちしています。ではでは、明日も一緒に頑張ってこう。またね、バイバーイ。